ホラーアナゴ科は、ウナギモクに所属する魚類の分類群の一つ。ホラーアナゴ、コンゴーアナゴなど、低生性,性の深海魚を中心に3赤十0属32種が、含まれる。加盟の由来は、ギリシア語のシンフフェとブランシャから。ホラーアナゴ科の魚類はすべて海水魚で、太平洋、インド洋、大西洋など、全世界の深海に広く分布する。 海底付近で生活する低生魚の一群であり、多くの種類は水深線から3500メートルの全身層を主たる生息範囲としている。低生性深海魚のグループとしては、底だらか、アシロカ、トカゲギスカなどと並ぶ重要な存在である。一般に肉食性で、他の魚類や甲殻類を捕食するほか、混合アナゴのように他の生物の意外を染色するものもいる。 ホラーナゴ類の生態及び生活史はあまりよくわかっていない。辛いシウアメのグループに共通する特徴として、本家魚類もまた、レプトケファルスと呼ばれる独特の新魚器を経て成長する。本家のレプトケファルスの目は斜めに細長く伸び、水晶体が極度に前方に寄った感情眼となっている。ホラーナゴ類は他のうなぎ目の仲間と同様に細長い体を持ち、 全長20から180センチメートル程度に成長する中大型の魚類である。頭部は種類によっては上下に平たく立て平たするが、体部は側平たし左右に平たくなっている。三赤に共通する主な形態学的特徴は以下の通り。エラの開口部は胸びれよりも低い位置にあり、一部の種類は胸びれを欠く。第三科 エラボネは前方を向き、第三角エラボネと鋭角をなす。椎骨は110から205個。ホラーナゴカは3赤に細分され、ネルソンの体系において10属32種が認められている。本校では、フィッシュブイスに記載される12属38種についてリストする。琉球ホラーナゴカ、エリファニーは7属22種で構成される。 アサバホラーナ語族など一部は、かつては独立のトガとして分類されていた。価格は、上あゴよりも短く、琉球ホラーナ語族の一部を除いて、鱗を持たない。頭部は、上下に平たく立て平たし、やや丸みを帯びる。すき骨の葉は、比較的、長く、大きい。アサバホラーナ語族の一部及びサーモバイッツ族は、胸びれをかく。 アサバホラーナゴディサーマアングウィルや分布推進は30から270メートルで、本館魚類としては、比較的アサジョに生息する。かつては、メクラーナゴと呼ばれたが、差別的用語を含むとして、日本魚類学会によって、標準和名が変更された、琉球ホラーナゴエリファスブラニアス。本赤の中では、例外的にうろこを持ち、その配列は、規則的。 ホラーナゴシナフォーブランケスアフィネス。ホラーナゴ族の魚類は一般に鱗を持ち、本種のように不規則に並ぶものと互いに直行する種類とがあるヒスティーブランケス、バサービウス。水深5400メートルからの採取記録が残る、本科魚類中の最新種。ホラーナゴ族に含められることもある、ホラーナゴ赤、シナフォーブランチャイニーには、ネルソンの体型において二属球種。 フィッシュブイスには4属11種が記載される。属数の違いは、ダイアストブランケス属及びヒスティブランケス属を、独立の属とみなすか、ホラーナゴ属のシノニムとして扱うかによる。両側のエラの開口部が腹部でつながっていることが、大きな特徴で、本家の英名であるカトスロとイールの由来となっている。価格は、ウアーゴよりも長く、ハプテインチャイルズ属以外はウロコを持つ。 頭部は縦平たし、糞はやや尖る。葉は小さく針状。腹部の体色は暗く、背側は白色調となっている。混合アナゴシモンチャイルズペリシッティカ。糞は尖らずマリー。得意な植生を持ち、深海の掃除屋として重要な役割を果たす、混合アナゴアカ・シモンキールアニーは一族一種で、混合アナゴエスペリシッティカのみを含む。本種は、 世界中に分布するが、その範囲は飛び飛びで、実際には複数種を混同している、可能性が指摘されている。沈行した生物の意外を主な餌とする、不肉食性の深海魚で、ヌタウナギの仲間と並び、深海の生態系で重要な位置を占めている。鱗は皮膚に渦漏れ、体表面は粘液質でブヨブヨしている。頭部は全体的に丸みを帯びる。 ありがとうございます。